ネズミイルカ科はクジラ目白ジラ目に属するトカの一つ。原生種は三属六種で構成される。英語ではネズミイルカはポーパスと呼ばれ、その他のイルカドルフィンとは区別されている。ポーパスとドルフィンの主な違いは歯と頭部の形状である。ただし、日常レベルの英語では小型のイルカを指してポーパスと呼び、逆にネズミイルカをドルフィンと呼ぶこともある。 すべて海生であり、多くは沿岸に生息する。このうち、ネズミイルカ族は、イシイルカ族を内包するため側系統となる。ネズミイルカ科の原生種は、他の多くのイルカと比較して、小柄で丸みを帯びた体格である。脳箱に対して興奮は短く、丸い頭部と丸い顎を有する。葉の形状は、他のイルカが円錐形であるのに対し、スペード型である。胸びれは、 相対的に短い。また背びれは、他の多くのイルカが湾曲しているのに対し、ほぼ三角形に近く、比較的大きい。ただし、スナメリは背びれを失っている。ネズミイルカとコハリイルカは、背びれ、胸びれの前縁に、スナメリは背面に小突起を多数持つ。ネズミイルカかのイルカの体長は、最大2.5メートルほどであり、クジラメの中では最も小さい部類である。 ネズミイルカ科の中で最も小さい種類は、小頭ネズミイルカであり、体長は1.5メートル程度である。ネズミイルカ科のイルカは主に魚類を食べるが、イカや甲殻類を食べることも多い。多くの場合、10頭程度以下の小さな群をなして行動するが、数百頭もの巨大な群をなす種類もいる。カチカチというクリック音や口笛のような音を用いて、コミュニケーションを行う。 他の多くの白ジラークの種と同様に反響定位を行うことができる。ネズミイルカかのイルカは泳ぐ速度が速いことで知られるが、特にイシイルカは時速5 5トルほどであり、クジラ目の中でも最速の部類に入る。他のイルカと比べると曲芸的な動きは少なく、より慎重に行動する傾向がある。腹部を上にして仰向けで泳ぐことがあるが、これは 配偶者を探すための動作であることが多い。ネズミイルカカの化石記録は中心予行期にまで遡ることができ、特に中心予末引く先進予前期の地層から多数発見されている。分子研究によれば約1600万から1300万年前にマイルカカから分岐したとされるが、この時期は化石記録とも一致している。原生群は 白磁羅類の中でも比較的小柄であるが、先進予前期までの化石は2メートルを超すものが大半であり、糞や胸びれも長いものが普通であったようである。原生群の丸みを帯び、相対的に糞が短く脳箱が大きい、また小柄であるなどの特徴は、養鶏成熟によるものとの説もある。こうした形態を持つ原生群の文化は、文子の研究からは、 約300万年前に起きたと推定されている。化石記録の上からも600万年を超えるものではないとされる。この時期は先進予行期の表記体感表記サイクルの始まりと一致する。おそらくこうした環境の変化が生殖サイクルを早めて個体群を維持する進化を促したと推測される。多くの国でネズミいるカかのいるカは食用あるいは餌として捕獲されている。 さらに様々な漁具による混獲も個体数減少の原因となっている。小頭ネズミイルカはクジラメの中では最も絶滅の危機に瀕している種であり、現在では高度に工業化された地帯において限定的に生息しているに過ぎない。他のイルカとは違い、ネズミイルカかのイルカが水族館などにおいて展示飼育されることは稀である。日本においては、 スナメリの展示飼育が、鳥羽水族館など、複数の施設で行われている。ネズミイルカの展示飼育は、小樽水族館、鴨川シーワールドでの例が報告されているが、極めて稀である。ありがとうございます。